안녕하세요. 한국어로 서울대 第12言語演劇スタジオという劇団を主催している 성기웅と申します。 今はちょうど大阪大学の方に来てアーティストインレジデンスということで新作のドラマリーディングの演出をしています。 私が平田織座さんと青年団のソウル市民1919という演劇作品に東京で出会ったのがもう 20年前のことになっています。 織座さんが県立の大学で芸術の教育を本格的にスタートすることとか、と青年団が拠点を東京から遠く離れているところに移るということは、韓国の演劇界にも知られていて注目されているところです。 平田織座さんと青年団の歩みはいつも私の想像と予測を 超えていきますね。新しくオープンするエバラ花畔劇場がこれから日本の国内だけではなくて海外との交流とか幅の広い芸術活動の素晴らしい拠点になることを楽しみにしています。私もこの劇場で上演できる新しい演劇作品を 作って、いつか皆さんにお見せしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。